はい。皆さん、こんにちは。村長です。今日は、またまた、スタジオワ o n e の5.5が5.5.1というバージョンにアップデートされましたね。たくさんの改良点などがあるんですけれども、ストラミングの機能について、今日はご紹介したいと思います。5.5になって、ストラムの機能がつきましたが、今までは一つのコードしかできなくって、 これでは現実的に時間がかかりすぎました。それはどういうことかというと、このようにまあコードがあります。まあ、手で打ってもいいんですけれども、今手っ取り早くこのようにコードを生成します。コードを生成するときに一つチップスですけれども、このコードトラックのところを押すと、オクターブ4とか5とかそういうのがあります。ここでやっておくと、 いろんな高さのオクターブが表現できますので、一番その楽器に合ったオクターブ指定をしておくとさらにいいですよ。ではちょっと音だけ聞いてみましょう。このような簡単な和音での音です。 音自身はプレソナスの純正のナイロンギターです。これに今回の新機能を付けてみましょう。今までは何せコード1個ずつしかできなかったストラム機能なんですけれども、今回はこのように全体を選択しておきます。そしてここがちょっとポイントなんですけれども、まず一番上の音符を押して、 押した後からコントロールとオルトキーを押します。そして後ろへずらします。このようにすると全部の音符がずれてくれたわけです。これで聞いてみましょう。 三つのボイシングではあまりギターらしくないですよね。このような時はどうしたらいいでしょうか。一旦戻します。そしてこのトラックを複製します。トラック完全複製というのでインストゥルメントも一緒にコピーします。わかりやすいように色を変えておきます。 そうしましたら、この音を全部選択して、オクターブ下げておきましょう。このようにできました。そうしましたら、左の方のトラックリストを出してください。出ていない方は、このボタンを押すことで出てきます。そして、2つのトラックを同時に表示できるように、どちらにも鉛筆マークを 青くしておきます。これで2つのトラックが同時に見れるようになったわけです。そうしまして全部選択しておきます。はい。このように選択をすると、なんとなんとトラック2つ分同時にストラムができます。まず一番上を押しまして、押した後コントロールとオルトを押してずらします。 はい、このように2つのトラックが同時にストラミングできるわけです聞いてみましょう音域が低いと思ったらもちろんこれを上げることもできます また、これをアップストロークに変えることもできます。その場合は、このように全選択をしまして、一番下を今度はずらします。選択をしてからコントロール・オルトを押します。そして、このようにずらすわけです。聞いてみます。 ダウンストロークとアップストロークに変えるような場合はどうしたらいいんでしょうかそういう場合はアレンジトラックを使っているとこんな面白いことができます。まあ適当でいいですからこのように作りまして また、次は飛ばしたところをこのように選択します。そうしましたら、こことこことをシフトキーを押しながら選択しますと、このようにずらすこともできます。ですから、このようにして、選択をしまして、 ダウンストロークを作ります。 このように調整しまして、この2つを書き戻しします。これでどうなったでしょうか。はい、ちょっとした工夫で、 応用も聞くわけです。そうしないと、これがじゃんじゃかじゃかじゃかというようなリズムの場合、とっても大変ですよね。それでもたくさんの時はどうするのというのがあると思うんですけれども、それは応用力で、このようにいくつかのブロックで出来上がったら、それをこのようにしまして、コピーをします。 はい。このようにコピーができましたら、次はここにコードを当てはめていきます。Em。Dm。G。そして C。 こんな感じに打ちました。そして、これをコードに従うというので、まあ、パラレルとかにしてみましょう。下側のコードもパラレルにしておきましょう。こうしましたら、こんな形になります。 ラれるだけではなくてナローにしておけばあまり音程差が変わらなく後ろの方はさっきと違って少し落ち着いた音域で演奏することができましたこれを考えてみてくれたら じゃんじゃかじゃかじゃか一小節パターンを作って複製をしてそしてコードに従うというのをやればこのようなことができますキーボードが上手な人はコードトラックから持ってくるんではなくって一つのトラックで6本の指で弾いてくれればいいわけですけれども僕のようにキーボードがあまり得意でない人間にとっては右手と左手で 高音部とベース音を分けて弾きたい。そんな演奏初心者もいてるわけです。こういう時にも2つのトラックをまたいでストラミングができるというのはとっても重宝な話になるんではないでしょうか。このように応用力を考えないといくらストラミングの機能ができたと言いましてもストラミングはダウンストロークだけではないわけです。 ダウンストロークとアップストロークが複雑に絡んでいるわけでして、一小節の白玉、これだけが音楽を作るアレンジの要素ではありません。とっても複雑に絡むわけですから、一小節を一つのパターンとして、そしてこのような使い方をやれば、かなり応用的な使い方ができると思います。皆さんも 頭をひねりながら、そしてスタジオワンがこうやって無料のバージョンアップで機能アップしてくれるのをさらにさらに上手に使いましょう。村長でした。